今回の裏技は、独特な操作感で癖のあるシューティング、フォゴットン・ワールズ、です。このゲームは二人同時プレイが可能ですが、一人でプレイするときも同時プレイ推奨です。二人同時プレイのときだけ、スタートボタンでコンティニューできるからです。オプションでショットをオートにしておけば、放置していてもそこそこ戦力になりますし、ただし、同時に死んだ場合は、コンティニューできません。B ボタンを連打すると、画面内の敵を一掃できる、メガクラッシュという技が使えます。ただし、体力ゲージを少し削ります。連打はある程度の素早さが必要です。ツイッターで情報いただいたので追加情報です。このゲーム、6ボタンパッドでプレイしようとすると、ゲーム開始時にゲームオーバーになってしまう、という不具合が起きるのですが、自分は普通に6ボタンでプレイできたので、情報自体は知っていたのですがスルーしてました。どうやら 2P 側に、3ボタンパッドを接続していたせいだったようです。このゲームは 2P 側だけに、コントローラーを接続しておくと、2P 側のキャラでプレイできるのですが、それがあったので、疑問を持たずに状況を受け入れてました。6ボタンを認識しないためか、この状況では 2P 側からのスタートになります。スタート時の問題箇所さえクリアできれば、普通にプレイできるようで、その後はスタートボタンで復帰すれば、問題なくプレイできます。こんなことしなくても、6ボタンパッドについている、モードボタンを押しながら、ゲームを起動することで、この不具合は回避できますけどね。